あっどん パラプンテジ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、トスの歴史をありがとう高橋良樹ということで、トス対神戸マッチレビューですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、あとから触れはします。ゆっくりじっくり話はしますけども、高橋良樹がこれで引退ということになりました。まあ、スターティングメンバーからは外れたんですけども、中い話でございまして、まあ、早速やっていきましょうか。 まあご覧のとおりとなりました、鳥栖は酒井選手、小山選手の a 2トップ、そして白崎選手、アンカーにおいて右に小泉選手を試してきました、これね、面白いなって思ったのが、これ、あれ、もしかして来季、金監督、これ、明宜監督、これ、ね、来季続投じゃねえかっていうのが、なんかこれ見たとき思って、やっぱ最終戦までこういういろんなことを試すということは、あれこれ、来季に向けて監督自身が何かを探っているんじゃないかっていう、僕はポジティブにこの変化を捉えております。まあ色々本当 これ監督退任じゃないかとかいろいろ言われているミョンヒ監督ではあるんですけどもしかしまあこのメンバー構成とかねちょっといじってきたところを見ると監督自身は来季もやる気満々じゃないかもうしかしまあこれは僕は監督は来季やるんじゃないかという感じがしてきましたけどもねそして対するヴィッセルコーペはスペイン人選手おそらくこれ帰国してたんですかね僕は全くそこの情報を持ってなかったんですけどもえ申し訳ございませんサンペル・イニエスター・フェルマーレンこの辺のまあえまあフェルマーレンベルギーかまあ海外組は はね、ちょっともう変えられたんですかね、トップした中坂、そして右、まあえー、中盤右山口、左に小田がここで使われるのかという感じがしましたが、そしてアンカーに大崎選手ですね。はい。そして、えー、じゃあこの試合の結果でございますけど、まずこちら、えー、と、結果はまあ残念なことに、0対2で敗れました、まあ、大迫、そして田中淳也選手のゴールで、まあヴィッセル神戸が勝利となりました、まあちょっとトスからしたらですね、えー、ホーム最終戦、そして高橋良樹選手の引退試合ということ、まあ引退試合っていうか、たぶん引退試合別にやると と思うんですけどもねサッカー選手ってねこれ引退試合はこのねなんか夏のオリンピック前とかこの中断期間夏の中断期間とか使ってやるイメージなので、まあ。 どっかでやると思うんですけども、とりあえずこれで、まあ、高橋由樹選手はリーグ戦、これが、えー、最後の試合となったわけでございますけどもね。はい、そして、えー、次こちらでございます、まあ、前半レビューということで、しっかり深さを取ることができました、しっかりこれサイドチェンジのパスとか入れながら深さを取りつつ、でこのねゴール前の深いところですね、これ、ハーフスペース付近でのプレーができました、このハーフスペースからちょっと何歩か進んで、ちょっとなんあそこなんて言えばいいんだ、えー、ゴールポスト付近って言えばいいんですかね、あの辺まで深いところまでボールを運ぶことはできたんですけども、そこからなかなか なかなか折り返しのパスが合わなかったりとか、折り返しのパスを出すのがなかなか間に合わなかったりとか、タイミングずれてしまって、折り返しのパスとかクロスが上げられずに、ビッセル神戸にね、奪われてしまうみたいなシーンがえ多かったです。だからこの狙いとしては深いところを取っていこう。これ、ゴール前にどんどん顔を出していこうというのはあったと思います。その狙いは伝わってきた。まあ、どこまで狙いにったかわかりません。素人の僕の考えなので、そこはわからないんですけども、しかしまあそこは僕は狙いにあったんじゃないかと思いますもし狙いにあったのであれば、それはしっかりね、 これチームとして表現できたんじゃないかと思っておりますけどもね、そしてまあし,かし神戸のうまさと強さが出た前半でございます、まあ、そのさっきも言った深さは、ね、鳥栖の選手取るんですけども、そっから簡単にクロスを上げさせないとか、そのまあサイドチェンジ、サイドチェンジまで許すけど、最後やらせねえよというそこの強さはねあったのかなって感じが、えー、します、そしてまあ中盤のにらみ合い、しっかりこれね、本当両チーム面白かった、これ中盤のボールの奪い合いじゃないですけどもね、ねそれは本当ね迫力あってカウンター面白かったんですけども、これはしかし、まあ、えー、レベルの 高いものの中盤のこのボールの奪い合いですけども、ね、そこはレベルの高いものを見せてくれたんじゃないかと思います。そして、まあ、前半38分のパギさんのプレーですね、ゴールキーパー、パク・イルギュ選手のあの飛び出しですね、一発のパスで一気に神戸はひっくり返すんですけども、あのパギさん、結構センターサークル付近、まあそれは薄いか、まあ、結構なところ出てきて、まあ普段から出てくるゴールキーパーであります、本当走行距離の多いパギさんではあるんですけど、いつも以上にちょっとね出てきて、あれを胸で一旦収めたのかな。胸か体が ちょっと分かんなかったんですけど収めたかでそこから、ね、ボール回収していくみたいなことがあったんであれはちょっとパクイルギュらしいプレーかなと思いますやっぱりああいうシーンでね、えー、準備ができてるかどうかあのタイミングこのタイミングでしかないとこねこれちょっと躊躇したりとか判断誤るとあそこで一気にかっさられる可能性もあるんですけどもあのあそこまでしっかりね飛び出してボール処理することができればこの試合だけじゃなくてですね、まあ、この1年間通してあんだけ飛び出しをするようなゴールキーパーが、ね、ほぼミスなしで1年間過ごすことができた 本当すごいと思いますね誰でもできそうでできないプレイって言っがいいのかなそこのまあ勇気と判断力の素晴らしさがこのパク・ヒルグ選手はあるんじゃないかとえ思いましたけどもねそしてまああと 狙いの見える前半ということで、まあ、狙いはだからさっきも言った、これもうちょっと話してしまったんですけどもね、えー、これはもう話してしまいます。その狙いは見えた前半だったので、僕はポジティブな、えー、前半の印象でございましたけれどもね、そして後半ですね。まあ、後半はトスがね押し込むシーンも多かったですし、まあゴール前に顔出したりとかシュートで終わるシーンもトスが多かった決定機もあったんですけども、まあ今度はなかなかシュートが決まらず、まあ、前半は深いところまでねこうプレーすること、深いところでプレーすることができてなかなか。 シュートでっちゅうのが綺麗に終わることがっていうのはあったんですけど後半は前半よりもシュートで終わる回数とかいい形で攻撃を終えることは、えー、できていたトスでございますがしかしまあそこからなかなか今度は決めることができずまあ取れるときにやっぱ取らないといけないよねってう試合だったと思いますで結果としてだからまあ大迫選手がね決める、まあ、武藤の折り返しにね、えー、大迫が決める順なんちゅう豪華なっちゅう感じが、えー、しましたけどもそこはやっぱり大迫の今季4点目ですかねあそそここのややっっっぱぱストライカーとししての感覚やっぱそこにしっかり,折り 返しののパスが、えー、来るんじゃないかの呼吸ですねそこがやっぱり、えー、素晴らしいものがあったやっぱりフォワードとしてのストライカーの嗅覚を持ったあのゴールシーンだったんじゃないかと思いますで田中純也選手のゴールもですね、まあ、田中純也もどうするんですかねちょっとね出場機会を失っていたのでまあどっか移籍する可能性は高いと思うんですけどもう難しいなこれ本当ね神戸のこれ、えー、人員整理もなかなか難しいものがあるんじゃないかと思いますがあとね、うん、取れる時に取らないと中試合っていうのは本当まさしくこういうゲームのことを言うと 思いますで本当、うん、ひっくり返せば勝つこともできたと、そういうゲームだったと思います。全く勝機のなかったゲームじゃなかったです。まあ、鹿島戦に比べると、僕は勝ち点3を取るに値するゲームだったんじゃないかと思いますが、ちょっときつい言い方すると、自らちょっと決めるとこ決めないと、やっぱりこういうことになるよねっていうゲームと思います。だから本当、トスがもう一個、もう一個上に行くには、こういう勝てたんじゃないかっていう試合を落とさないようにしていく、これがやっぱ来季に期待したいことでありますけどもね。はいいそ、えー、そししてて次最後でございます、ね、そしてこちらさらさ 歴史高橋よしきということで、まあ、高橋よしきはですね本当ね なんだろう僕がですねこれなんだろう僕は多分 J リーグとかに興味を持つ前、ですね、まあ、僕は小学生の頃から割としっかりしっかりと言われてもないですけどね新聞とか結構読んで、まあ、スポーツ欄とか中心ですけどもね一般紙のスポーツ欄は結構見ていた、まあ、昔から僕は巨人ファンであったのでねスポーツ欄は結構見ていたんですけどもでそこで一応 J リーグの試合とかもねチェックだけしていたんですが、まあ、小学校、中学生ぐらいかな、その時にいつも高橋良樹中選手がね名前が挙がるわけでございますね。ここれねなんかこう一応 スのターーティンングメバ当時 J2 ですかねのところに高橋良樹っていう名前がねいつもあってこの選手すごいなっていうのともう一人高橋っていう選手がね確か高橋大輔あれ高橋大輔高橋大輔と高橋良樹っうこのトスのね高橋ダブル高橋って何なんだろうっずっと思っていてその時サッカーとかほとんど分かんなかったんですけどもなんか高橋良樹と高橋大輔がいた時の僕の印象が強いんでねそういう意味でもそういうと本当昔から僕は高橋良樹の名前はよく知っていた選手 でございまただ、その時ね、プロ野球でも高橋久りと高橋由伸の事例があったんでね、えー、そういう意味で、はサッカーでもちょっとトスっていうチームが、高橋って2人いるんだなぐらいの、えー、気持ちでありました。ただ、そこから時を経てですね、まあ、僕もサッカーファンになって、そしてまあ、やっぱりスタジアムね、僕は、うん、いつも言ってます、いつも言ってるわけではないですけど、間違いなくね、この日本中のサッカースタジアムで一番通ったスタジアムはどこかというと、間違いなくトスのスタジアムで、えー、ございますので、まあ、そういう意味で僕は結構高橋良樹のプレーというのは、 見てきました本当ね運動量、尽きない運動量、スタミナ、何個心臓があるんだっちゅう、本当素晴らしい、この、ね、このチーム、本高橋由樹みたいな選手がチームに1人いると中盤、安心するよね、攻めの選手は集中できるっちいうのがある、それぐらい見ていて、本当ねもう応援したくなるような選手でございました、だから本当、トスの走り屋でございました。でであののね DJ 優さんんラストコールです、ね、もうれれはやっっぱあこれ最後かかてなんか 思いましたけどもね、もうこの、ね、高橋良樹のコール、ね、聞くことがないのかって思うとちょっと寂しくはなりましたし、あの引退の、これはツイッターでちょっと見たところであるんですけども、高橋良樹選手のお子さんがね、子供さんが、これ、走ってきてこう抱きつくわけですね、そして手紙を読むわけでございます、もう DJ ゆうゆうさん、もう涙ぐんでましたけどもね、あれね、だめですね、あれ、卑怯ですね、ああいうの見せられるとちょっとね、こう,うん、もう僕も結構ね、いい年なんで、累戦が緩いんで、ちょっと、えー、来るものがありました。まあ、高橋 やっぱりね、いいこれはね、えー、いいお父さんやっていたんです、本当、間違いなく、これ、いいパパをしていたからこそ、ああいうシーンが見れたんじゃないかっていうのがあります、本当、ね、鳥栖の高橋良樹、本当、鳥栖の高橋良樹として引退してくれてありがとうっちゅう思ってるサポーターの方々、多いんじゃないかと、えー、思います、あの表彰状、本当、涙が止まるっち話でございましたけれども、本当、高橋良樹選手、多分今後も佐賀の鳥栖にかかってくれるんじゃないかと思っていまして、まあ、どういう形か分かりませんけども、えー、またいつかですね、これ、鳥栖に帰ってきて、まあ、もしかしたら来年かもしれませんけれども、えー、そこで 活躍期待したと思いますけれどもね、はい、ということで、今回以上になりますね、これで、えー、サガン栖シーズン終わりでございます、まあ。またシーズン総括の方は今後やっていこうと思っております。よろしくお願いします。ということで、パルプンでジェルサッカーチャンネルの続きでよかったらチャンネル登録します。さら。